The Institute of Plant Science and Resources, Okayama University. Okayama 大学資源植物科学研究所のある岡山県倉敷市。江戸時代には幕府直轄の地、天領として栄え、中心部にある美観地区には当時の栄華が今もなお色濃く残っています。現在は本州と四国を結ぶ瀬戸大橋や東西を走る新幹線など、西日本の交通の要衝として商業、工業、医療、文化などさまざまな面において今もなお発展を続け、国内のみならず海外からも多くの人々が訪れる国際都市の一面を持っています。また倉敷市南部に広がる瀬戸内海は地中海性気候にも似た温暖な気候をもたらし、晴れ間が多く降雨量が比較的少ないという特徴を生かして、農作物、中でも果物の生産が多く行われています。そのような倉敷市の中心部に岡山大学資源植物科学研究所はあります。岡山大学資源植物科学研究所は遡ることおよそ100年前、1914年に財団法人大原農業研究所として倉敷の有力な実業家大原孫三郎によって創設されました。大原孫三郎は優れた経済人であったのと同時に、日本で初めて西洋美術の収集展示を行った倉敷市の大原美術館や、日本で初めての孤児院設立に尽力するなど、文化福祉の面でも大きな足跡を残した人物です。そのような大原孫三郎が農民の福祉向上を目指し、農事の改善と科学的研究を行うために設立したのが当研究所の始まりです。その頃、日本にはまだ農学研究を行う大学はわずかに2つという時代で、当時から革新的な研究所として注目を集めていました。当時の研究者たちの成果は、果物の一大生産地となった今の岡山県の礎を築いたほか、初代所長近藤万太郎博士による野生植物の種子や学術書の収集は今でも研究者たちの貴重な糧として影響を与え続けています。終戦後は中四国地域を代表する総合大学岡山大学の扶持研究所となり、農学の基礎研究において数々の輝かしい研究実績を残してきました。現在年間100編近くの研究論文を発表、多くの国際共同研究も展開し目覚ましい成果を上げています。国立大学の扶持研究所というのは全国30の大学にあるのですが、私たちの研究所岡山大学の資源植物科学研究所は、植物を対象としたユニークな研究を行う研究所として世界的にも知られています。植物は例えば衣、食、住といった我々の生活すべてに欠かせないだけでなく、温暖化や気候変動など環境問題解決のためにも大変重要な役割をします。私たちは植物なしには生きていけないわけです。そこで私たちの研究所では、植物が持つ多様な機能や環境への応答を解明し、21世紀の新たな作物をデザインするための研究を岡山から世界に発信しています。岡山大学資源植物科学研究所には現在、植物ストレス科学共同研究コア、大麦野生植物資源研究センター、次世代作物共同研究コアが配置されています。
植物ストレス科学共同研究コアは、大気環境ストレス、土壌環境ストレス、環境生物ストレスの3つのユニット、大麦野生植物資源研究センターは、遺伝資源、ゲノム育種の2つのユニットから構成されています。研究者及び職員と大学院生合わせて100名余りが所属しています。また国内外から多数の共同研究者が当研究所を利用しています。敷地総面積はおよそ3万8000平方メートル。市街地にありながら 1.5 ヘクタールもある広い圃場では、季節に応じて大麦や稲などの栽培研究が行われています。圃場の隣には隔離温室や太陽光パネルで発電する最新の省エネ型組み換え植物育成装置が並び、年間を通して安定した栽培実験が可能となっています。研究棟も数多く備え、各研究ユニットは国内外の研究者とともに、さまざまなアプローチで世界水準の研究を行っています。また最先端の分析機器も多数導入されており、エキスパートである技術職員が研究を手助けしています。大気環境ストレスユニットでは、主に植物の地上部が受ける環境ストレス応答について研究を行っています。植物の地上部は、地球上の昼夜の変化や季節変化、さらには宇宙といった極限環境において、強光、紫外線、放射線、高温や低温、乾燥、重力の変化といった生育を妨げる、いわばストレスとなる環境にさらされることになります。これまでの研究から、植物はそれらの環境ストレスに応答して適応することが分かっています。大気環境ストレスユニットでは、さまざまなモデル植物、実験手法、研究機器を使って、環境ストレスが植物に及ぼす影響と、それに対する植物の適応応答を、遺伝子やタンパク質といった分子のレベルで理解しようと研究を行っています。得られた知識を活用することで、劣悪な環境においても安定して収穫できる作物を作ることが期待されます。酸性土壌、アルカリ土壌、汚染土壌、塩類土壌、乾燥地など、世界の耕地面積のおよそ7割には問題があり、ミネラルや水の不足、有害元素の過剰などが原因で、作物の生産性が低下しています。土壌環境ストレスユニットでは、このような土壌環境ストレスと植物の関係に焦点を当てています。植物がミネラルや水を運ぶ仕組みを、遺伝子レベル、細胞レベル、個体レベルで研究することで、問題土壌のストレスに対抗できる作物の作出と、栽培技術の開発による生産性の向上を目指しています。土壌環境ストレスユニットでは、これまでに酸性土壌で大きな問題となっているアルミニウムイオン毒性に対する耐性機構、稲のストレス耐性を増強するケイ素を吸収輸送するシステム、水輸送体の多様な機能などを解明してきました。植物にはいろいろな生物が共生あるいは寄生しています。中でもウイルス、細菌、糸状菌などの病原微生物や食害を及ぼす昆虫は、作物の生育の脅威となります。
かし植物は病原菌や害虫に一方的に攻撃されるのではなく、植物独自の防御システムを駆使してそれらに対抗しています。そこで環境生物ストレスユニットでは、植物における防御システムの基盤となる病原菌や害虫の認識・応答に関わる分子メカニズムの解明を進めています。一方、植物にはその生育を促進、あるいはストレス耐性を付与する細菌、糸状菌が多数存在しています。さらに植物の病原菌アカシオを引き起こす藻類などに感染し、生物農薬として有効利用が期待できるウイルスも見つかっています。そこで、このような善玉の微生物やウイルスと植物や菌類間の多様な相互作用、せめぎ合いの研究を進めています。環境生物ストレスユニットでは、これら研究により作物の健全な育成、食の安心安全への貢献を目指しています。大麦は四大穀物の一つで、人類が最も古くから栽培している作物です。遺伝資源ユニットでは、世界有数の規模を誇るおよそ1万5000点の大麦遺伝資源を保有しています。この世界中から集められた大麦を国内外の研究者へ提供するとともに、特性の評価とデータベース公開、ゲノム解読による研究の効率化、有用遺伝子の機能開発などに取り組んでいます。これらの研究を通して、食料問題や地球温暖化を解決する技術を開発することを目指しています。地球上にはおよそ30万種もの陸上植物が生育すると言われています。こうした植物の多様性が生まれた大きな理由の一つは、さまざまな生育環境への適応進化です。遺伝資源ユニットでは、保有する作用標本とおよそ4000種の冷凍種子を研究材料に、野生植物のゲノムに残された進化の歴史を紐解くことで、環境と生物の関わりを明らかにし、地球上の多様な生物が創出・維持されてきた仕組みを理解することも目指しています。ゲノム育種ユニットでは、作物の生産性の向上に貢献する遺伝子の機能解明や品種改良の効率化に向けた技術の開発を行っています。本ユニットでは、大麦の種子が持つ脱穀しても殻が密着したままの種子皮麦と、殻がきれいに剥がれる種子裸麦の違いを決める遺伝子の働きを明らかにしています。この他にも、穂の先端にある針状の突起、棒、種子の色を決める遺伝子など、植物体や種子の形、色を決める遺伝子を見つけ出し、その機能の解明を目指しています。また、ゲノム育種ユニットでは、アジアやアフリカで栽培される多様な稲遺伝資源の中から、収量を増やしたり、環境ストレスに強くする遺伝子を効率よく見つけるための手法の開発を行っています。さらに、 DNA 上の遺伝情報を分裂細胞や子孫に正しく伝達する上で重要な染色体に着目し、核内で起こるダイナミックな変化を分子レベルで解析しています。次世代作物共同研究コアは、当研究所が有する遺伝資源やストレス科学の知見を生かし、新たな作物開発のためのシーズ研究を行う研究コアです。この研究コアでは、既存の研究グループにとらわれることなく、クロスアポイントメント教員や
兼任教員が加わった流動的な研究プロジェクトチームが作られています。次世代作物共同研究コアではゲノムや遺伝子の解析データを活用した作物と栽培環境の相互作用を理解する作物デザイン研究、アフリカとの国際共同研究、次世代作物開発のためのイノベーション研究、エコフィジオロジー研究が行われています。資源植物科学研究所の多種多様な研究を支えているのが岡山大学附属図書館資源植物科学研究所分館です。前身の大原農業研究所時代も含めて大正時代から続く歴史のある図書館で、設立当初に収集された貴重書や研究所の歴史を物語る資料など、農学系の図書館としては国内屈指の蔵書資料数を誇っています。また電子ジャーナルや各種データベース、数多くの専門学術雑誌、専門図書など最新の学術情報も提供しています。岡山大学附属図書館資源植物科学研究所分館は、これらの活動を通して当研究所や岡山大学の研究をサポート、発展に貢献しています。岡山大学資源植物科学研究所は2009年6月に文部科学大臣から植物遺伝資源ストレス科学研究拠点に認定され、農学系の共同利用・共同研究拠点としても活動しています。全国の大学や公的研究機関、試験機関に所属する研究者を対象に、植物の遺伝資源または植物のストレス科学に関する研究課題を公募。毎年40件から50件近くが採択され、数々の研究成果が挙げられています。当研究所では最新機器や実験補助を整備しており、その利用を研究者、技術職員がサポートします。また研究所の敷地内には宿泊施設があり、共同利用・共同研究を全面的にバックアップする環境が整えられています。資源植物科学研究所は岡山大学大学院環境生命科学研究科に参画し、岡山大学における大学院教育の一翼を担っています。博士前期課程・後期課程ともに多種多様な研究グループをベースに、最新の研究設備や豊富な研究サンプル、膨大かつ貴重な所蔵文献を用いて研究に専念、成果を出すことができます。また大学院生の数に対し教員の数が多いので、第一線の研究分野に携わる教員や研究員とマンツーマンに近い濃密な指導を受けられるのも当研究所の特色の一つです。共に頑張っている仲間がいるのですごく刺激的に感じます。日々、集中して研究することもできますし、今まで行っていなかったような研究分野、新しい実験内容も勉強できることができて、幅広い視野を持つことができるようになりました。当研究所には世界中から博士研究員、大学院生が集まっており、国際色豊かな環境で大学院生生活を送ることができます。I found out that this place is much like a home, like from students up to technical staff and the lecturers. I found out that they are very, very friendly and they're very outgoing. And in that, they make my life very, very easier, not only in my academic life, but also in my non-academic life here in this institute. また、当研究所には世界の第一線で活躍する研究者もよく訪れます。海外の一流研究者との意見交換やセミナーの聴講など、貴重な経験ができるのも特色の一つです。
研究所の設立から1世紀、資源植物科学研究所の歴史は地域に支えられてきた歴史ともいえます。現在、当研究所はこれまで積み重ねてきた研究成果を科学教育事業、社会貢献を通じて地域に還元しています。当研究所は次世代を担う研究者の育成を視野に入れながら、これからも地域とともに歩んでいきます。私たちの研究所では、21世紀に予想される地球温暖化や病害虫の蔓延といった劣悪な栽培環境でも丈夫に育つ作物の創出、またそれらを実現するための基盤研究を進めているわけです。このような研究に興味のある学生さん、若手の研究者、世界各国の研究者とぜひ一緒に研究を進めていきたいと考えています。植物と対話し、未来に種をまく。岡山大学資源植物科学研究所は、人類社会の貢献を使命とし、世界最高水準の研究拠点を目指していきます。